川さん、今日はどういうテーマですか？はい、あのですね、仮想通貨の税金、これについてちょっと取り上げたいんですけど、なんでかっていうと、結構一つの動画でコメントたくさんいただいてるのがあって、でとても嬉しいんですけど、やっぱり結構ご指摘をいただいて皆さん見てもらうと楽しんでもらえると思うんですけど、結構言われてまして、仮想通貨とか税金わらみたいな、脱税すんのみたいなね、コメントとか、新NISAの罠っていう一応コンセプトで、その新NISAって出た利益が非課税だから魅力なのに、一つの代替案としてね、仮想通貨っていう選択肢もあるんじゃないですかって僕が言ったら、仮想通貨税金やべえじゃんみたいな、何言ってんのこいつみたいになっちゃったっていうコメントがたくさんあって、全部一応見つけた方は返事はしてて、ちょっとね、そういう風に誤解じゃないところもあると思うんですよ。確かにおっしゃってる意味もわかるから、新ニーサの税金がかからないから、これは確かに恩恵を受ければいいと思いますしね。ただそれだけで足りるんですかっていうのは、この令和の富裕層研究所ではやっぱりちょっと伝えていきたいなと思っていて、皆さんちょっと研究不足かなって思いますけどね。申し訳ないんだけど、そう、確かにね、新NISAの S&P500 とかね、全世界株式やってる方もコメントいっぱいいただいてて、僕が3% とか 4% ぐらいで仮の計算をしてて、でそんな増えないよねって言ってたんだけど、いや実際 6% 7% いってますよと、私はと、平均で、で6年間で 17% ぐらい増えましたよみたいな、そういうコメントもあって、でそれはねその通りなんですよ。確かに実績いいから S&P500やってた人はもっと増えてるよ俺はっていう意見もその通りだと思うんで、そこはもう真摯に受け止めるんですけど、じゃあ未来どうなんですかっていう時に、申し訳ないけど盲信しすぎっていう人が多くて、20年30年先までずっとそれが大丈夫なんという、なぜかね、そういう前提のもとね話が進んでる。それは大丈夫な投資なんてあるはずないっていうふうに思いますけど、そうだからリスクは平等ですよね。いやー、あるよ。もちろん、だから仮想通貨にもリスクあるのはもちろんそうですよ。これは間違いないんですけど、じゃあ、新NISAでアメリカ関係の積み立てやっとけば大丈夫なのかって言ったら、わかんないことも結構ありますよ。で、20年後まで毎年 6% でずっといけば、確かにちょっと計算してみるとね、倍ぐらいになりますよね。例えば月5万円の20年間投資信託がうまくいって毎年 6% ずっといきましたと、で僕が計算してみれば、確かに1200万円20年間で積み立てして、これがね1100万ぐらい増えるんですよ。20年後に2倍になるから大成功なんだけど、足りるんですかと。もう一個あるのは、20年しかこいつ見てねえなっていうご意見もあったんですよ。もっと先々見ればもっと増えんじゃんって、複利だから、そうなんですよ。確かに増えるかもしれないけど、20年後はおろか30年後でいいんですかと。その手前の人生もっと豊かにしないんですかって。みんなお金持ちは目指さないんですかみたいな、その富裕層は目指さないのかなみんな。ちょっとね、半分なんでちょっと判断が難しいですけど、一番やっぱ多かったのは税金を気にされてる殿方がやっぱ多かった。はい。確かに。それは、そうね。ですね。だから仮想通貨の税金をちょっと説明していただきたいなっていう。そうだ。すいません。脱線しましたね。それだったら、そうそう。はい、余計な話しちゃった。仮想通貨の税金についてちょっと皆さんに現状どうあるか、あと一応僕は今後の仮想通貨の税制にいい意味で期待してるんですよ、そこをね、じゃあ皆さん今からちょっと知っといてもらったら、10人に1人ぐらい僕の話は確かに可能されるかもと思ってね、ポジティブになってくれて嬉しいなと思ってちょっと話をしてみようと思います。はい、レバルフュースの研究所ではさまざまなお金や投資、資産運用に関する情報を届けておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では、仮想通貨の税金についてまず基本的なところをちょっとおさらいしていこうと思うんですけど、まず仮想通貨を買いました。ビットコインがいつね、世界時価総額ナンバーワンのビットコインを買いました。で、ビットコインの価格が例えばじゃあ380万円で1ビット買いました。それが1ビット400万に上がりましたと。で20万円上がりました。そこで売りましたって言って1ビットを売却して20万円利益が出ました。この20万の利益に税金が課せられます。これが新NISAと確かに違いますよね。新NISA儲かった利益は非課税ですよね、その枠は。だけど仮想通貨でうまくいったら、これは利益に税金がかかりますと。で、どういう扱いかっていうと、個人の投資家を前提に話すと、雑所得扱いの利益になるので、これ何かっていうと、個人の例えば会社員のお給料が年収500万円です、年収1000万ですって皆さん収入があるとしますね。で、この収入に上乗せされる収入なんですよ、雑所得っていうのは。で、この個人所得っていうのは累進課税ですね、日本っていうのはね。
なので、あの 30%、35%、45% と上がっていって、あの住民税含めて最高税率 55% までいくんですよ。なので、ある段階まではこの税率って決まっててね、こうやって上がっていくんですよね。累進課税だから、皆さんが仮想通貨やらない理由として、儲かった時にもう最高税率 55% まで税率上がっちゃうじゃんと。で、税金で半分ぐらい取られちゃうんだから、仮想通貨やるなんてアホでしょっていう考えのもと、結構その私のこの動画にもそういうご指摘は出たんですよ。税金高すぎでしょって。で、税金無視してワロタって結構指摘されてそれで新ニーサ非課税なのに、非課税のところをなんで、あの、わざわざ課税されるポイントで投資するんだよみたいな、まあ、こういうご指摘だったと。これがね、仮想通貨の現状の税金の、まあ、厳しさではあるかなと。まあ、でもシンプルにどっちが儲かるかですよね。そうだから、そうそう、まずそれを言いたい。あの、みんな税金払うのが嫌だって言ってるってことは、仮想通貨が今後上がって利益が出る可能性自体には理解がある人がいるのかなと、うんうん、そこは素晴らしいなと思ってて、うん、特に草コインって言われるようなちょっとこう謎の仮想通貨も多いんでね、確かにそこはリスクあるんですけど、世界1世界2の時価総額でいうとビットコインとイーサリアムなんですよ。で、この2つは今まあいろいろ調べてもらうと分かるんですけど、ある程度も確固たる地位を築いてるかなって僕も思っていて、どっちも僕は結構好きでたくさん投資してるんですけど、このビットコインとかイーサリアムの将来性がもし理解できるならば、将来のパフォーマンスに着目すると、税金払ったって、あの、さっきのニーサで計算してた額、まあ、1100万ぐらいプラスになったって話しましたよね。月5万で20年間毎年 6% 増えたら1100万以上増えるんですよ、お金が。でも20年後ですけどね。で、それをわずか数年で終わらせられるぐらいのポテンシャルは、まあ、僕はあると思ってるんですよ。それが今結構いいタイミングだから、まあ、これだけちょっと、あの、反対意見が多い中でも、これをね、10人に1人でも捉えてくれたら嬉しいなと思ってちょっと話しますけど、シンプルに手残りの額面ですよは大きくなる可能性は十分にあるってことは知っといてほしいんですよ。20年間で1200万円の新NISAに積み立てる、その1200万の予算がもし仮にですよ、まあ1200万は無理としてもね、半分でも4分の1でもいいんですけどぐらいの資金を仮想通貨に投資が今年来年できる人だったら、3年後5年後にもしかしたらですよ、新NISAの非課税で出た利益よりも納税した後の仮想通貨の利益の方がでかくなっちゃう可能性はもう往々にしてあり得ると。それぐらいポテンシャルがあるっていうことはね、ちょっと知っといてほしいなって思いますよね。どうなんですかね、皆さん、ニーサより仮想通貨の方が儲かるっていうのがすごく可能性が高くてもうやらないんですかね。やらない。でもね、コメントやっぱ拝見してると、まあ、やらない方のが多そう、現状は。で、あの、わかりますよ。あの、下がるリスクあるし、今、この収録時点だとね、1ビット380万ぐらいまで下がってきてくれてて、まあ、来てくれててっていう表現ももうちょっとあれですけど、あの、下がる方のチャンスだと思ってる私としてはね、下がってきてて、まだ下がるかもしれないですよ。だから、今の、あの、買って、さらに下がっちゃったら含み損じゃないですか。だから嫌ですよね、みんなね。損するじゃんって。で、これはちょっと短期的目線すぎてて、あの、長期的目線で見たら、まあ、そういう意味では投資信託と一緒ですよ。長期目線でね、見ていくんだけど、その長期目線で伸びる可能性としては、S&P500 とかに比べてもね、引けを取らないどころか、もっと短スパンで大きな成果が出る可能性はあるんじゃないかなと。だから、余剰資金でいいですよ、皆さん。ここもちょっと誤解があって、ギャンブルだろうって、ものすごい言われたんですけど、ギャンブルになるような資金を投資するわけがないんですよね。もうあくまでも余剰資金の中で、あの、ポンと置いとける予算でいいんですよ。皆さんそれぞれで。だって数千円、数万円から投資できるんですから、ビットコインもね。だから、予算ある人は数百万とか、例えば数千万が余剰資金っていう人もいるから、こういう人たちはもうそういう予算を置けばいいし、例えば数千数万円の余剰資金の人はそれだけでも持っといてもらえば、ね、それ以外に新ニーサは頑張ってやっときながら、ちょっと可能性にもちょっと投資してみるっていうのも一つなんじゃないかなって思ってるんですよ。仮想通貨が雑所得だろうが、それぐらいは考えててもいいんじゃないかなっていうふうに今思ってますよっていうのをまず皆さんちょっとお伝えしたかったです。で、こっから結構重要なんですけど、税金がじゃあ今、あの、どういうふうに変わってきているかっていうところで、ちょっとまあ、二つ話をしようと思います。で、一つは、2022年の12月に、あの、国税庁が仮想通貨に関する税金のルールをちょっと書き換えてくれたと、追記が出たんですね。簡単に言うと、年間の仮想通貨の収入が300万円を超えた場合で、なおかつ、帳簿の保存をしてる人は、雑所得じゃなくて、事業所得にしていいって追記されたんですよ。これ知ってる人少ないと思うんですけど、2022年の年末ですからね。だから、あの、去年ですよ。
に仮想通貨の税金のルールがちょっとでいい意味で変わったんですよね。でこれ知らない人多いと思うんですけど、事業所得っていうのは何かっていうと、事業をして生み出された利益ですよね、そのまま。だから仮想通貨を事業として儲けましたって申告できるようになる。つまり事業に使った経費は利益にぶつけられる。要は利益を圧縮できる、節税できる可能性がある。雑所得の場合って雑所得の損失しかぶつけられないし、繰り延べっていうのもできなかったり、ちょっといろいろ雑所得って厳しいんですよ。確かに現状仮想通貨って原則雑所得扱いだからそこ厳しいんですけど、利益じゃなくて収入って書いてあるんで、仮想通貨の売却した後のその収入が300万以上の人、要は1ビットコイン以上今やってればもう収入300万以上になりますよ。1ビット売れば380万ぐらいですから、この収録時点ね。だから380万の収入があったら、その人が帳簿の保存っていうのをちゃんとやっとけば、そういうことですか。300万増えないといけないのかと思いました。そういうことじゃないですよ。僕の周りの仮想通貨の送り人たちそれで聞いたんですよ、そしたら、いや小林さん利益じゃないよって言われて、収入って書いてあるって言われたんですよ、まあ、確かに書いてあるんですよ、国税庁の収入で300万だから利益じゃないんだってなったから、それで実際2023年の確定申告をもう終えてる億万長者の人いっぱいいるんですけどね、事業所得でも申告してるんですよ、税務署から現時点では何も指摘がないから合ってると。まあ万が一指摘があればまたねチャンネルでお話してきますけど、現時点では収入300万、こんな話してる人いないんじゃない YouTube で見てる。300万の収入で仮想通貨ですよ。で、帳簿の保存ちゃんとしてたら事業所得にしていいんですよ。でご自分が事業やってんならいろんな経費計上できますから、そしたら出た利益を圧縮できるよねっていうフェーズが実はもう来てるっていう、これ皆さん知っといてほしい。新NISAやりながらですよ、やっといってもちろんいいんですけど、大して増えないし、増えても20年後30年後に2倍になるかぐらいがマックスだから、それより手前でもうより豊かな人生を選ぼうとしたら新NISAだけじゃダメだっていう意見が、まあ、僕の考えで、まあ、それちょっとアグリーの人は聞いてほしいんですけどね、アグリーじゃない人はちょっともう見てくれてないと思うんでちょっと続けると、これ今後 の予測だし全然決まったことじゃないんですけれども、仮想通貨の利益が分離課税扱いされる未来みたいな可能性がちょっとずつ出てきてるっていうのが、これ2つ目の重要なニュースなんですね。で、分離課税っていうのは何かっていうと、株式投資、これ分離課税って言って、さっきの個人の所得ありますよね、累進課税の、ね、雑所得もその個人の所得に上乗せですけど、これと別の分離されたところで、例えば金融所得、株を売って出た利益、これ 20% ちょっとなんですよ、税率、まあ、約 20% ですね。なんで株の利益って 20% しか税金取らないから、元 ZOZO の前澤社長が株売却した後に何千億でしたっけ利益出た時に 20% しか税金取られないんですよ。でもこれって個人の所得で1000億利益出たら半分ぐらい税金なんですよ。だから個人所得と別で分離課税扱いのものは 20% しか税金取られないっていうんで、株式投資とかはそう優遇されてるし、会社をバイアウトした人はそれでお金持ちになるんですよ、税金を少なくして済むから。なんですけど仮想通貨は今は雑所得か、ね、条件クリアすれば事業所得にはなるんですよ現状ね。なんですけど今後分離課税になりうる可能性がですよ、まだすぐはないと思いますけど、この数年内であるかもというのを、いろんなその有識者といいますかね、それこそ仮想通貨で大成功している皆さんたちの情報網では、一応そういう話を聞くんですよ。もちろん、絶対じゃないから、そうならないかもしれませんけど、まあそういう可能性もあるから、持っといてもいいし、まあそうならなくても事業所得にはなるんですよ。皆さんが大きく仮想通貨で資産を作ればね。だからそういう意味では、余剰資金ですよ。ね。大きなお金入れないんですよ、ご自分のメインをね。メインは新NISAでやってて、もちろんいいんですけど、それ以外にちょっとね、新NISAだけじゃなって気づいた人は、仮想通貨を一つの手としてやっていくっていうのは面白いんじゃないですかっていうアイディアね。だからちょっと分離課税になるかどうかわからないけど、2年後、3年後、5年後、ちょっと注目してったら面白いかもしれませんと。まあ、もっと詳しく聞きたい人はちょっと個別に、ね、ズームで聞いてもらえば、ちょっともうちょっと。一人でもね。そう、いや、本当ですよ。一人でもね、この情報が、こいつ、アホだなって思わずに、意外とあり得るかなって聞いてくれる人は、一人でも言ってくれたらね、嬉しいなと思うんで、そういう気持ちで喋りますけど。マッサンも8月18日のビットコインが10分間で 8% 下落して、とか、もう嬉しくてしょうがないですか、うん、そう。0.5 ビット買いましたから、そこで。僕ちょっとビビって、月またぐまでちょっと待とうかなって。待ったら今横ばってますね。横ばってる。買いですね、これは。いやー今ね下がるほど買っといていいと思いますよ。だからまだ下がるなと思って買えると、ちょっと令和の富裕層研究所でいうとね、ハイレベルな人ですね。下がるほど買おうって、でちょっと含み損抱えてもいいから買おうっていう、こういうマインドになってくると、
いいんですけど、まあちょっとそれが怖いとしても、ちょっとなけなしの5万ちょっと買っとこうと、余剰資金だから、これ1回売り出てもいいの気にならないっていうんだったらね、買っといてもらったらいいタイミングだと思いますし、まあ、1ビット200万円台とか、いや、まあ100万円台とかはちょっと個人的に考えにくいですけどね。もし落ちてきてくれるならば、チャンスと思っておけばいいし、新ニーサで投資信託積み立てる皆さんが大暴落した時もやめないでおけば、安く仕込めるとかね。同じようなことをビットコインでも考えられると、将来の伸びしろは、やっぱり投資信託よりも高いんじゃないかなって、今のところ僕は思ってると。また偏ってるってね、コメント入っちゃうかもしれませんけどね。まあそういう感じで、なんでこんなポジティブに考えてるかって言ったら、以前の動画でもちょっと言ったんですけど、アメリカとか、いわゆるユダヤ系の人たちのビットコインに対するポジティブな発言がすごく増えているんですよ。例えば、ゴールドマンサックスなんかはとっても有名で、まあ2022年の話ですけど、まあ、世界トップレベルの証券会社ですか、ゴールドマンサックスですね。皆さんまあご存知だと思いますけど、で、彼らは、まあいろいろ諸条件はありますけど、2022年の1月時点で、今後、5年でおそらく、10万ドルにはいくだろうというふうにゴールドマンサックス自体 もう予測を出しているんですよ。でこれは金とすごく関係をしていて、ちょっと詳細は割愛しますけど、要はすでに金と同じような評価を受けつつあるデジタルゴールドってビットコインが言われてて、2100万枚しか発行されなくて上限があって、金と一緒で有限なものだと、で捏造改ざんがされないというブロックチェーンの技術で守られていると。でここにアメリカの企業とか投資家とかね、世界中のマネーが入っているんで、まあ、ちょっと金に近い存在になってきていると。ただ時価総額としては全然金の方が大きいんだけど、これが将来的にこう並んでくるっていう風にゴールドマンサックスが予測を立てていて、でそういう時に、2022年時点で今後5年以内に10万ドルになるんじゃないかっていう風に言っていると。で10万ドルっていうのは今この収録時点で為替で言うと1ビットコイン1450万ぐらいはあるんじゃないかなってゴールドマンサックスも予測をしている。で、今現状380万から400万ぐらいなんですよ、現状1ビットね。だからまあ3倍からね、3.5 倍ぐらいは、今からでも可能性あるんじゃないっていうのが一つですよね。で、ゴールドマンサックスってロスチャイルドですからね。まあ、ロスチャイルドって何ってなっちゃったらちょっと調べてほしいんですけど、まあ、だからそういうことだから、ロスチャイルドが10万ドルにビットコインが行くって言ったってことは、そうするっていうふうに、まあ、世界的な動きとしても可能性あるし、あと、ロックフェラーってありますよね。ロックフェラーの方も10万ドルっていうのが一つの目安でお話をされてて、アマゾンの株式と同じように、アマゾンもちょっと一時株価めっちゃ暴落した時期があったんですよね。でもその後アマゾンって今ご存知の通りじゃないですか。でそれと同じ道をビットコインをたどるってロックフェラーの方がちょっとおっしゃってて、つまりその今って2022年に取引所の FTX とか破綻したりとかね、とある通貨が大暴落して価値がなくなったり、いろいろニュースが2022年あったんですけど、まあ、そういう生み出し期間が必要だとビットコインには。でいろいろとこう排除されることはあるから下がるけど、その後最終的には10万ドルはおろかっていうような話がもうロックフェラー一族の方とかの方 の、 あのトップの人も言ってて、まあさもうやめましょうこれでこれでやめてきましょう。コメントがやばい、コメントがコメントロックフェラーとかフリーメイソンとか言い出したらもうちょっとやあのこいつはやめましょう、やばいやつだって思われちゃうか。まあでもまあそれはあのね、その陰謀論ってなっちゃうと思うからそうちょっと終わりにしといてでもそういうこともあって可能性があるということはね知っといてほしいなと思いますし、税金面で言うと確かに新ニーサみたいな非課税枠から仮想通貨の方が税金厳しいですよね。ただちょっとずつこう改善してたり、将来よりいい条件になる可能性があるから、まあできるところでちょっとだけ始めてもらうといいんじゃないかなっていうふうに思ったっていうのが、まあちょっと皆さんのコメントを受けての一応今の私の考え方ですよというところですかね。めちゃめちゃ面白かったですなんか意見もらえるかなそんな感じでちょっと2024年に半減期も来ますし、ビットコインがね、だから生産されるペースがまた落ちるっていうチャンスも来るし、ブラックロックって投資会社が現物建てビットコインの ETF 申請してて、これ承認されたら300億ドルぐらいお金が流れてくるって言われてますからね、まあ、そういうのもちょっとあるので、まあ、ちょっと肯定的にこう考えられた人をね、ビットコインも一つの選択肢と考えていただき、でこれ聞いてももうダメだと怪しいという方はもう無理せずやらないでもらって、新ニーサだけやっていただいてもういいんじゃないかなと思いますんで、はい、そんな感じで参考にしてください、はいはい、ということでね、令和の風俗研究所はさまざまなお金に関する情報をお届けしておりますので、チャンネル登録といいねボタンぜひよろしくお願いします、本日は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。